昨年もこちらヘルメットをかぶって可愛いあの方が特別にゲストで登場してくださいました。ご紹介いたします。チーム藤本宝ウィズ臨空商工青年部です。お願いします。拍手を迎えください。青年部。さあ青年部臨空青年部ファンの人さあもう一チーム作ります。レナちゃんこっち。さあ真島レナチームも急遽できました。ファンの人引っ張ってきてください。ファンの方、すごいですよ。ファンの方が引っ張るということですごい力が出そうですね、はい、でも2人しか追ってないんですがどうしましょうかね。さあどなたか。もう二方おられたら真島レナちゃんチームファンクラブの方2名様登場してきましたがさあ宝さんどうですか。2年連続ですか。去年負けたので、はい、去年のリベンジです。で、ね、はい去年のリベンジということです。さあそして真島レナさんチームですが、ね、レナさんも初めてということで初体験、今のお気持ちは怖いですよね、はい、しっかりと捕まっていてくださいよ。さあ、ね、かわいいアイドルを乗せて両チーム頑張ってくださいよ。用意はよろしいでしょうか。さあそれでは準備の方はできたみたいですね。先輩と後輩ですから先輩が負けることがあったら大変なことになると思いますというプレッシャーをかけてスタートしたいと思います。はい、はい、それではいつもの恒例の最後の一声をかけていきましょうかね。はい、じゃあいきますよ。牛くんたち用意はいいかな。それでは最後になります。よーしレース全ての、ね、競技が終了いたしましたが、ではねちょっと今結果を出していますのでお二方さあ高田さん、はい、2年連続でしたが、はい、いかがですか。いや去年は負けてしまったので、リベンジの気持ちだったんですけれど、はい、やっぱりレナちゃんも出てるので、はい、負けるわけにはいけない、いかない、はい、負けるわけにはいかないです。ですよね。はい、タイム的にはどうだったんでしょうかね。私、確実にレナちゃんより体重は軽いのでそこですか。まずはそこから勝ってること大丈夫だと思います。はい、先輩がね、そういうふうにおっしゃってますけれども、はい、レナさん、ね首が飛んじゃうかなと思ったということでしたが、あとちょっとでしたね。本当にあとちょっとでした。あとちょっとそのと、ね、ちょっとがねまだ大きいですよね。もうやっぱり届かないな。あやっぱ先輩には届かないですね。はい、ありがとうございます、ね、お二方にはゲストとしてご登場いただきましたので結果を楽しみに、はい、しておいてください。はい、皆さんのねお祭りにこうやって私たちも参加させていただいて本当にありがたく思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
楽しみですが、この後は表彰式へと移らせていただきます。つい爽やか透明祭りのね、こちらポスターにも優勝賞金10万円ってね書かれていましたよね。このユーソリレース、毎年楽しみにされている方、今年の結果をまだかまだかとお待ちだと思いますが。